やっほー。こんにちは。ちょっとやばい、ほんとに。口に色ないのに普通にリップ持ってくるの忘れたので、ごめんなさーい。メイク濃いんだけど、嫌だ。こんばんは、皆様。いや、もう取りに行きません。そうですね。ありがとうございました。今はまあ普通かな。眠いか眠くないかで言ったら、まあ眠いっちゃ眠いけど。でここにあったリップを代用します。今日はありがとうございました。くっついてんのか。ついたかな。ありがとうございます。楽しかったですね。ありがとう、ギフトも。いい、ありがとうございました。本当に ありがとう、ありがとう。そうだね、次またさ幕張があるね。ありがとう、カーネーションとかだるまとかいっぱいありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。それなのに濃いよね今日、やだ。頑張って、明日。あ、2週間、やば、本当にめんどくさい。結婚します、本当にめんどくさい。明日一限から本当にめんどくさい。もうやだ、本当にめんどくさい、本当にめんどくさい。どうしよう、めんどくさい。めんどくさい。休んだりはしてない。それちょっと終わった後は一旦なんか自主練みたいなちょっとだけして、カラオケに行ってご飯を食べに行って、今ブログ、あ、ほんと、じゃあマジでやだ。もうして本当にやだ、本当にやだ。雨は分からない、本当にやだ。しかもちょっと一元さ難しい授業なんだって、本当にやだ。寝てない。 ありがとうございます。いやされたの、ありがとうね。いや本当にやだ、本当にやだ。あのリアルやだ、リアルやだ、意味がない。あの本気やだ。でも行かなきゃいけないですけどね。明日はちょっとねレッスンがあるんですよね。放課後っていうか夕方。マジで。大丈夫大丈夫。じゃあなんかね、あのね、出る分にはいいんですけどね、なんかちょっとね、色の勉強なんですよね。なんか色の勉強なんですよ。結婚します。もうなんかさ色がさいっぱいありすぎて全然わかんないんだよね、本当に。なんかよくさアンミカさんがさ白って200色あんねんって言うじゃん。それの意味がようやくわかりましたね。
なんでこんなに色あんのって。色彩検定は受けない、色彩検定はもう受けないけど、普通に色の勉強、明日の一限ガチ、キュンキュンラブリー、本当に。しかもなんか演習なのね、なんか1年生でなんか普通に基礎はやったんです。だけど2年で演習で、名前つけて見分けられないです。マジでマジで難しい、もうやだ。だってさ、まあ、意味わかんないとか言ったらいけないけどさ、もうやだ本当に。日本語言われるの本当にね、本当に本当にもう憂鬱ですね。あやがさできてよかった本当に本当に嫌だ。もう二限は何だろう、 あパソコンか、マジでめんどくさいうねりしちゃってる。あーでもね、そうだよね、そんな変わんないと思う。ハロー、やば。なんかさ、先週じゃ、先々週私その色彩っていうか色の授業休んだの。それやってないと明日提出の課題できないらしいよ。やばくない？激やば。でもさ、やってないからできないの仕方ないよね。そんなことないのかな自主的にやらなきゃいけないのかな。やばくないそれって。今 LINE 来てさ、友達から、なんか先週は出て何言っとるやろって思いながらなんか何言っとるやろって思いながら授業受けてたら、なんか課題出てやらなあかんなって思って、友達になんかこの課題ってどうやってやんのって言ったら、これ先々週出てないとできないよって言われて、やばくないそれって。明日考える。まあでも確かに出席が一番大事だよね。そう、明日行くの勇気いるんだよマジで。なんだ、これ名前書いてん。おお。あ、そういうことか。あ、思った。あとか、そうマジで。なんなんだよそれ。もうわかんないし、か。何本当に課題かけるな、課題を次やる気はね。でもいつも朝一さ、ちょっとさ、ちょっとスリーピーちょっとスリーピー。どんなポーズ今日はね、悪魔が一番多かったかな。そう、悪いループにはまるんだよ。特に隠して一緒。あ、ほんとマジでね、やばい、ほんとにやばいし、ガチやばい。でパソコン、まあそうね、中国語もなんとか追いつけそう。そうだけど中国語はね、全然やばくなかった。なんなら普通に全然大丈夫だった。明日はちょっとメイクできないかも、無理すぎて。の自由な、あ、そういうことね。アメリカや。そう、無心で座っておこうかな本当に。しかももうね、出席確認がさ、前話したじゃん、カードリーダーみたいなんでカード読み込めて、それが機能しない時は確認テストで出席を取ってたんだよね。だからね、出席テストもないし、何も大丈夫。早く出せってメール来てる。マジか。進むの、それな、進むのゆっくり、全員で読むとかしかない。
避難しない時なんて、あ、なんかね、何日から始動しますみたいな、あの、なんていうの、あのさ、ちゃんとしたあの、なんていうの、時間割が全員決まるまでは動かなかったんだよ。あさって火曜日、あさって授業、あさって授業、なんかさ、まださ、何の授業あるとか覚えてないけど、あさっても学校あるよ。そんな課題やばいとかはなかった気がする。いや、あったかな。いや、なかったと思う。ない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 。中国語はね、普通にね、なんか発音よく読めばいいんです。そういう感じで。雨も嫌だよね。それな、雨だるい、本当に本当に。え、でも何もないわけじゃないし、結構あの今割と切羽詰まってる方。いや、18も公演あるしさ、ね、2日間あそんな楽しかったね。電車止まらないと思う。え、止まったら遅延ってことで。止まらないと思うよ、電車は。動き続けます。キンキンのフリー、こんばんは。え、雨そんなやばいの？ちょっと待って、こっちは全然やばくないんですけども。でもさ、大体さ、警報とか出ないじゃん。警報出たらさ、休みだけどさ。しかもその大学の方で警報出たら休みだけど、あの岐阜で警報出てもね、全然休みにならないからね。パッツンです。なんか長くない？ちょっと黄色っぽいか。確かにそう、雨で警報ね、一回あったんだよね、大学。夕方から仕事、めっちゃいいじゃん、夕方から仕事。私は明日ね、めっちゃ長いです、レッスンが。だってさ、4時間ある、やばくない？本当に岐阜県は出ないよね、全然出ないの。名古屋大丈夫そう？嘘でしょ。名古屋、そのさ、あの警報出てほしいとか思ってないですよ。レッスンだしさ、明後日もさ、事務所に行かなきゃいけない予定があるし。てかもうさ、自主練しないとやばいなって本当に。あ、飛行機で出発、バイバーイ。じゃ、マジ自主練、ガチ自主練って感じ。もうだって18日に公演が、公演失敗せずに終わらなきゃいけないから、もう会いたいね。そう思ってるわけじゃないですから。急にこんなのつけ出して何をやってんだ、本当に。なんだこれは。ああ。なんだ。でもなんかよくやってるね、こういうさ、なんか前髪抑えますみたいな。あ、仲良くなってる。激アツ展開。テスト悪魔かかった、ありがとう。かわいいですよね。Wi-Fi 切ります。はーい。せっかくテンション上がった。え、もうマジだ。マジで本当に。本気で。もうこれ本気ですよ、私。でもね、もう自主練習だってやばい、本当に。ああ !18 来てくれる人いる？いるよね。もちろんいる。いる。そう、逆に。あ、悪魔が、そうだよ。94日、素晴らしいな。94日だと。素晴らしいですね。
天使さんごめんありがとうね。え、なのに制服の目です、制服の目、制服が目を出すよ。え、ガチできる女ほんと。ガチに 25? あ、25、25か。あ、なるほどね。どうだった、そうです、もうもうさ、今週はさ泣きたくなっちゃいそう。何のポーズが多かった、1日目はハートが多かった、2日目はこれが多かったですかね。明日席は来る、あと6日そうだよ、上司に投げる、また来月かな。あ、本当？じゃあ来月、今日のオフィシャル X に明日あげるかもしれない。土曜日仕事行けない、そこへの日が100日、もしかしたら100日の日に何かいいことないかな。な、今日ね、今日マジでね、あのいいことなかったあのいいことなかったっていうか、1個しかいいことないことなかったんだけどあの買ったアイスがめっちゃ溶けてたって話その終わってからさ全然いいことなく、なんかね、あの本当にね、あのジャイアントコーンをね、そういいことがなかったの、ジャイアントコーンをね、あのね買ったんだけど、あのなんか溶けてるし下折れてるし、やばくない本当に。いや、じゃあ返してきて。あ、本当？そう、全然灼熱じゃない。終わってから、ね、普通に地元帰ってきてご飯食べて、その後、え、それ写メ会は楽しかったよ。写メ会終わった後、ちょマジで本当にもうね、こうやって開けるじゃん、そしたらさ、もう上のチョコが動いたの、えって思って、これやばい溶けてるわみたいな。え、そんなか分かんない、すぐ溶けた、周りにさ氷ついてたから選んだのにさ、めっちゃすぐ溶けてさ、何事って感じ。そう、ショックなことが一個あった、もうマジでもう本当にだるって思って、もうしかも友達からあの先々週やってなきゃできないよって言われて、それも一個嫌なことでしょ。あボットもしない、天使さくまさんが、あ、本当？ありがとう、みゆちゃん、こんばんはえ、周りに氷ついてる、溶けてんの、さっき見て、そうだね、こんばんは、こんばんは。ちょ、マジでさ、本当にさ、びっくりしちゃって、もうなんか、え、溶けてる、え、溶けてるってなって。1.8 番可愛かった。あ、だって、みんな特典会来てね。握手来てね、握手。開催されてるとこ、氷なんて、え、そうなの、氷っていうか、なんていうの、あの、なんていうんだろう。なんていうの、あの、あの、冷えすぎてみたいな、冷えの分かる、なんかそういう感じ、つぶつぶの感じのさ、てんてんてんって感じ、霧じゃん、し、あ、霜かもね。 1.8 倍ってさ、中途半端だよね、それな。いや、3倍可愛いかもしれない。6月も追加したいと思った、あー、やった、うん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 、2度目ありがとう。でもマジでね、本当に油断するってどういうこと。あ、どうもありがとう。もうガチ本当にさ、うわ、でも今日ね、歌は調子良かったですね。お話確かに良かった、良かった。あ、文字学校、はい。
もう一個食べたらダメだよ。それはそれはね、さすがにね、それがダメなことくらい私はわかりますよ。さすがに、さすがにね、喉のけなんかね、今日初めてカラオケであのお湯を飲んだんですよね。お湯を飲んだらすごくいい感じでした。だからあの本番もお湯を持っていこうと思います。特権追加です。お湯を飲んだらすごく良かったです。あのね、なんかでもボイトレ先生になんか言われたの、なんかね、温めるといいよみたいな、喉を温めてから歌うといいみたいな。なんていうの、100時配信の時はえ、なんかやる、どうする、分かっちゃったよ。そう、いいこともあった。3本食べて4本目で手が、カモミールティーはねまだ飲んでない。今日普通にお湯飲んだ、カラオケで。でもカモミールもね飲まなきゃいけないんだけど、あれね、冷めたらねちょっと飲めないですね。2本、やだ。6月、わからない。ココア喉にいいんだ。でもココアさ、なんかやだ、なんかさ喉にさ、なんだろう、普通の時に飲むのは全然いいんだけどさ、歌う時とかさ、なんか喉に張り付いてる感じがしちゃって。マガインチブどんな感じ。人があまりいないです。ミロね、懐かしい。高め、そうです。おいしょおいしょ。豚骨スープ、あ、そう、一部握手。あんまり、まあ名古屋に比べたら人がいない、空いてますよ。あ、そう、なんか残る感じはある。お待ちしてます。そうです。え、ウーロン茶、緑茶 NG。 え、でも確かに、じゃあやめよう。私ウーロン緑茶大好きなんです。そう、一部ね、ちょっと寂しいですよ。こんばんは。まあでもまあ私だけじゃないからあれなんだけどさ、別にいいんだけど、その私だけ人がいないとかじゃなくて、もう皆さんいないって感じ。AKB さんもまかわり、あ、そうなの、そうなんだよね。あ、おうおうおお、まかわりまかわり。そう、マジでね、まかわり来てください、絶対に。なんかね、絶対に来た方がいいよ。話題1個はできるよ、みんなみんな話題1個は絶対にできるよ。だからね、今のうちに、まあ1個だけど、言うて1個だけど、え、絶対話題できるってね、確信があるからね、みんな来た方がいいよ。私に言いたいことができると思うからだからね、来た方がいいよ、来た方がいいよ。いや別にないですきっとあるだろうなっていう私の予想ですよ。ただ予想だけで話してるんですから、来た方がいいですよ。まさかのことがあるかもしれないから、あの時に撮っておけばよかったと思ってしまったらよくないですよほら、おれおれおれ、どうですか、撮りませんか。撮りませんねー撮った撮った。そう、幕張ね、本当にね、遠いんだよ。大丈夫ですか、帰る日、はい、名古屋まだ撮れますよ。6月の名古屋だから、幕張が来れない人は6月の名古屋ですよ。ほら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 ね、
オフショル？いや来ません。そうだよ。でも本当に話題できるかもしんないからね、ガチで。まあ新規の人大歓迎なので、新しい人も大歓迎です。じゃあ本当にそう、宣伝大事だから。宣伝大事だから。おしょり嫌です。全然全然大歓迎です。どなたでも大歓迎ですよ。うわ、歌唱力予選割り、それはね全然考えてなかったです。いやなんかわかんない、新規ってね、わかんない。肌見れば、あ、本当？別に制服のみは多分何もない、なん、うん、何もないと思うよ。いつも通りの制服の目。あ、じゃあ着方、あ、本当？あ、まだ新規が、そうだね。買いますやめます。あ、そうなの。だから別件とかじゃなくて、普通に予想、確かに歌唱力もあるから頑張ればそこでおめでとうって言ってもらえるかもね。アイレクザソンコスモスの記憶ですけど、おー、 Thank you。 かけらなかいなら買いなさい、おもろい。初見さんありがとうございます。七難神器、アニョハセヨ、アニョハセヨ。最近韓国ドラマ見てるからさ、なんかさ、なんだったっけな、なんかね、読めないよ、読めないけど、 But I don't understand Japanese。 おー、ハングル読めないです。でもね、普通に字幕で見てるんだけどさ、本当におもろいよ、おもろいしね、あのすごいね、なんか今日さえちゃんが何か言ってたことをね、なんかおんまって、なんかさ、お母さんっておんまって言うやん、なんかそれって言ったかと思ってさ、びっくりして、なんか、え、さやちゃん韓国語知ってるのって言っていう話をしたっていう話。字幕で見ます、字幕じゃないとわからないから。イヤリング上手、そう、そう、まあってハースにかって言ってる、なんかどういう意味か全然知らないけどさ、さやちゃん見てんの、なんかね、全然違うこと言ってたんだけど、さやちゃんがおんまって言ったように聞こえて、え、なってこないよ、全然来ない、なってこない。ずっとね、人を恨んでる人たちのねセリフばっかり。ふうさん、そんこ、そうそう、おい、なってこない。あのマジ、あの、あ、30分経過、わー、マジずっとね、あの、なんかね、なんだったかな、あの、そのドロドロなんだよ見てるのが。お、出ます、おやすみ。なんかね、あのペントハウスってやつなんだけどさ、あの主人公の名前がおゆにっていうんだけど、なんかマジでおゆにしーってずっとおゆにしーって言ってる、よくは知ってるよ、おゆにしー、パクソジン。よしよし、聞こえてるよ、おゆにが。見終わったの、途中まで見てん、
私は今ね、でもまだね、1のね、32とか。なんていうの？シーズン1の31話くらい。いや、すげえ、ありがとう。なんだっけ、チュダンテ。ダンテシー。チュダンテが、違う、おゆにが、おゆにがね、あのミンソラをおゆにがミンソラを殺したことを気づくシーンで、あのなんだっけ、なんだ、あの人なんて名前だったかな、スヒョン、なんだったかな、スヒョンみたいな、あのミンソラのママっていうのをお湯にね打ち明けたしネタバレネタバレで、ってまあつまり仲いいママ友の子供を自分が殺してしまったことに気づいたシーンです。すごい、鬼滅、お、いってらっしゃい。じゃあ花もそろそろ終わろうかな。何言ってるか分からんからマジでおもろい、辛いです、あの話はペロな。そう、悲しみ、しかもその殺した人は、殺してしまった人は酔ってて、その時の記憶をちょっとの間忘れてたの、やばくない？でようやく気づいたの、私が殺したんだって気づいたその後に、そう、まだまだ辛いの、最悪。でも多分逮捕されるんだよね、私ネタバレ見たんだよね、逮捕されるって。でもさ、ペントハウスの人たちと一人のこと仲良くなる、しかもペロナなんか死んだはずだったのに生き返るんでしょ、やばいよね。よし、じゃあ終わりますめっちゃ中途半端な終わり方なんですけれども、でもまあ壇上を見たいと思います。13位夜を着た男性の方ありがとう。12位団子を持った猫ありがとう。11位緑のしっちゃんありがとう。あ、この間の子なんて悲しい、それな、そう終わっちゃうの今日。10位桃星人ありがとう。9位カステラありがとう。8位マスクをつけたくるみちゃんありがとう。7位ピンクのくまちゃんありがとう。6位黒猫ありがとう。5位リラックマありがとう。4位テニスボールありがとう。3位黒猫ありがとう。2位アマビありがとう。1位魔法少女ありがとう。これはあれについてたやつです、気づいたよあ、ウサギだった、クマじゃん。ありがとうございました、今日は通常とありがとうございましたそれではぜひ次は握手トーク来てください。マジ幕張待ってるから、本当に目が先目も楽しみ、目を出すよ。じゃあね、みんなさん、私はカモミールティーを飲んでくるので制服の目幕張り、皆さん行きましょうね、本当に待ってるからねバイバーイ、またね、おやすみ、またな、バイバーイブラジールバイバーイ、またな。